それほどですね、汚れがついてない状態ですと、洗ってですね、使えれますから、非常に使い勝手がいいんですよね。今回は、私がキッチン掃除をするときに、なくては困るというぐらい好きで愛用しているお掃除グッズを10個ご紹介しようかなと思います。一つ目はこちらです。マジックリンではなくて、バスマジックリンです。このレンジフードのですね、フィルターを外すとですね、白っ子ファンが見えてくるんですけれども、我が家の白っ子ファンはアルミ製なんですよね。レンジフードの内部もですね、アルミ素材なんですよ。アルミ素材にはアルカリ洗剤使えないことになってるんですよね。ということは、基本的には中性洗剤で洗うしかないんですよ。食器用の洗剤ですと、大手では花王のキュキュットとライオンのチャーミーマジカ、この2種類なんですよね。あと、お風呂用ですと、先ほどお見せしましたバスマジックリンは中性ですね。それ以外のライオンのですね、バスタブクレンジングとかお風呂のルックもですね、弱アルカリなんですよね。あとトイレ用ではトイレマジックリンとか、最近発売になりましたライオンの泡ピタがですね、中性にはなりますね。スプレータイプの方が楽でですね、簡単なんですよね。なのでお風呂掃除にもよく使うこのバスマジックリンを使って内部のですね、掃除をしているということになりますね。ただ洗浄力はですね、どうしてもアルカリ洗剤よりも弱いですから、このボトルをお湯にですね、湯煎して温めて洗浄力をアップして使ったりですね、内部の油汚れがべったりこびりついてるときは、固まった油汚れをプラスチックカードなどでですね、ヘラを作ってこそげ落としたりしてですね、少しでも効果的に使えるように工夫してですね、中性のバスマジックリンを使って掃除をしています。続きまして二つ目なんですけれども、二つ目はこちらです。スコッティの洗って使えるペーパータオルです。私のお掃除動画に本当によく登場するお掃除グッズなんですけれども、そもそもですね、商品名のように洗って使えるペーパータオルですから、お掃除用ということではないんですけれども、本当に丈夫なですね、ペーパーで布のような状態で使えますから、よく使えますね。キッチンを掃除するときは、しっかり拭いて掃除をしたいというときにですね、洗剤をですね、つけて掃除をするんですけれども、例えばですね、このコンロ周りですね、壁面を掃除するときにですね、使ったりしますね。洗剤をつけて、すごくですね、油汚れがついている状態で、クロスをあまり使いたくないんですよね。特にですね、新しいクロスほどですね、そういう風に感じるんですけれども、ペーパーであれば汚れがひどい状態ですと、もう捨てればいいですし、それほどですね、汚れがついてない状態ですと、洗ってですね、使えれますから、非常に使い勝手がいいんですよね。なのでキッチン掃除に限らずですね、トイレ掃除にも使えますし、リビングダイニングの掃除にもよく使えます。ということで、今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。